俺の仕事はキャンプの安全を守ること。はい、16引き続きいきます。お前、タッカーの仕事はやめたのか。リサって子をこっちに渡したろ。悪かったと思ってんだ、タッカーと勝手に取引して。ドリフターになってどれくらいだ。わかんねえな、時間なんて気にしちゃいねえし。全員で協力し合って食料問題を何とかしないと。次の春には誰も残っちゃいない。ブーザーの腕が治るまでここにいてもいいってんなら、キャンプのために仕事をする、なんでもな。一応言っておくが、ブーザーが良くなったら俺らはすぐ北に向かうつもりだ。北か。スミスロックの近くにキャンプがある。ブーザーは行ったことがないが、ここを離れて前に進みたいんだ。新規一点か。それなら分かる。もう行け。一人で考えたいんだ。ああ、分かった。用事があったらリッキーに行って無線で呼んでくれ。もう終わりましたね。ルーターチバカに4枚のキャンプ。ブーザーを探すのに、なんかいろんな、みんなの弾を移し、ここに、なんかちょっと増えてますね。アンロック、盗難の準備。カスタム、スキン。お、ドルタークロスボウ。アディと話す、フリーカーマミリ、アディ、こっちか、アディ、アディ、アイアンマークのキャンプ場、お金が全然ない。リー君、どうしたの？ブーザーならまだ寝てるよ。いや、別の用で来たんだ。そう。診療所で何か必要なものがないかと思ってさ。実のところ、何もかも足りてない。あると嬉しいのは、薬に滅菌包帯、いろんな医療器具とか。あ、これを。リストンナイフ。内戦の頃、戦場で手術するのに使われてたものだよ。手術だって？そう、麻酔なんかがなかった時にね。見つかりそうな場所もこれに書いておいたから。ああ、そのパンフレットはシャーマンズキャンプにあるシャーマンズキャンプか。フリーカーだらけのとこだろ。まあ、なんとかするさ。あの、リコン、私はシャーマンズキャンプか。フリーカーまみれだろうな。リストンナイフを入手する。フリーカーまみれ、マジか。とりあえずちょっとやってみましょうか。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど、昨日一緒に走ってたのはリッキーと誰なの？ブーザーだ。本名はウィリアム。俺はブーザーって呼んでる。どうした？そっか、それで彼大丈夫？アディのとこ行った時に見たけど、かなり悪そうで。
大丈夫さ。あいつの治療が済んだら俺たちは北に向かう。だからまあ気にしなくていい。なるほど。この辺りはでも銃が、ま、違うんか。こうキャンプター使ってる銃が、これは一緒。このオスのミスのライフルいいやつじゃないですか。その射線こっちの方がいいけど、レベル3物資最大最大サイプレッサー消費もいっぱい。これだと死のレベル1になります。ラッシュグレネード、ガンロック、サイト、ウェポン、サイト、サイト、OK。そう、あとは、ああ、それじゃあ。なのよ、なのよ。風の噂で聞いてたが、戻ったんだな。驚いたぞ。なんというか、分かり合ったんだ、マイクとか。そりゃ、よかったな。リッキーが関係してそうだな。詮索してんじゃねえよ。あ、そうか。で、こっちは、あ、そうか、向かうか。手短いな。いや、何が欲しい？それが修理した姿勢の何か気持ちがあるかな。ああ、レベル1。エンジンもあるし違う。燃料タンク。あ、一緒かな。あ、でもちょっと形が違うかな。他にはない。なんかあったらまた来な。R ってなんだ。R。あ、これか。リッキーのことか。あ、リッキーもまた何かあるかな。ジョブなし。なるほど。ここには何もない。で、銃が見た。調理場か。調理場。調理場がどう。調理場あそこ。結構広いですね、エリア。あ、売るやつないか。よし、それでは、とりあえず。通りなんだ。ああ、こっちか。ああ、これがあるのかな。フリーカーキラー。フリーカーまみれ、リストンナイフを入手する。まあ、行きましょう。フリーカーまみれ。フリーカーまみれ。暗くなる前に行きたい。よし。何の用だ。どうした。こっちか。こっちか。こっちじゃない。よっしゃ。私がやるわ。ちょっと待って。はい、どうも。オブライアン、お前か。ああ、そう、オブライアンだ。まだ無線を持っててよかった。よし、君を手伝うよ。あの人を探してみる。サラ・ウィテカーだ。あの夜、お前のヘリに。
待て、俺に頼みだと。ほら、その無線のディスプレイに暗号化したメッセージを送る。座標だ。その場所で打ち合おう。オブライアン、どういうことだ。いいからそこで会おう。前と同じでネロの隊員に囲まれてるから見つからないように。じゃあまた。新しい新追加です。近くで痩せろ。しろ、仕事がある。コープランドか、わかった。行けるときに行く。んじゃ。もういっぱい15分夜だ。ニーコン、こちらタッカーだ。聞こえるかい？ああ、タッカーか。聞こえるぞ。また仕事があるのか。後で寄るよ。じゃあな。仕事がいっぱい増えてきました。あと少しでシャーマンズキャンプだ。くそ、そういやまだ巣が残ってたっけな。また後で巣を燃やしに戻るか。ここだな。とりあえずガソリンないか。あ、でも燃料タンクある。あ、でも燃料マークある。そう、またキャンプがある。ミニオンマイクのお家を殺していると。ホストトラブルの時、さっきのところはあれ、なんでここがさっきのところだ。アイアンマイクのキャンプがいろいろできた。オブライアンに会いに行く。ここは、ビジターセンターが入る方法を見つけないと。
だ。せえな。近いぞ。もう見てる。巣があったぞ。巣どれだ。巣これか。うわ、いてるいてる。なにこれ。巣これか。これだね、巣。巣これだけど。探してるから、すぐ行こう。よし、行こう。ここに入る。そうだよね、たぶん。なんだ。あ、いた。これ来たのか。よっしゃ。ここに。あ、地面だ。ここだよね。ここの入り方。あそこからだ。どうやったらいいの？こっち側から飛ぶのかな？こっち側から。どうしよう、乗ってたんじゃ。あ、ここに橋があったよ。橋があったよ。ここに来下が使えそうなもんはほとんど持ち去られてるな。ストーンナイフ、これだな。アディに届けよう。よし、もう一回、フリーカーマンドが大丈夫だ。よし、とりあえず戻るんだね。よし。
アリ、ピストンナイフを見つけたぞ。助かるよ。あのナイフがどうしても必要だった。そうか。ならよかった。ましたよ。おい、誰か来たぞ。ドリフターだ、入れろ。面倒を起こすな。いや、確か2ヶ月ぐらい前にクレイジーベリーにゴミ漁りをしまって、まだ物資が残ってる。ドリフターはニュートっていう。枯れた猿みたいにそこら中をうろついてて。なんか喋って。リコ。ほら、探してたナイフだ。ありがとう、助かるよ。ええ、気にすんな。ストーリー、フリーカーまみれ、環境、キャンプのため畑はブザをキャンプに置いてくれたはずだということで、目的地。お、スキルポイント、スキルポイント、格闘系、全部これを持ってますね。で、フォーカスショットか、制圧、分析のオブジェクトです。集中訓練、フォーカスモード、クールダウン時間が長い、ハイパーフォーカス、フォークワイパー、この辺りが全然できてないですよね。どうしようかな。ちょっと。サバイバルビジョン発動時、アイコンが表示され、時間が延びる。食事ミニマップか。このスコアはあまり使わないので、本当に感じるチャンスがある。サバイバルビジョン発動時にアイコンが表示される。時間が延びる。とりあえず、ここ行っていきましょうかね。見落とさない目。サバイビジョンの効果範囲が広がり、重要アイテムを示すアイコンがより長く表示されるようになる。 R3 でサバイバルビジョンを発動する。どちらか OK。 こんな感じかな。とりあえずさあ、それでは、ですね、ストーリーはあるんですけど、金座席が必要だが、ここなんだ、ここなんか一体どこにいるの。ローグキャンプでリサを探す。結構分かれてきましたね、レジ。一回、コープランドを倒す、情報を選択、ストーリー、マーカーをセット。リカードを制圧しないとパストラル、パストラルできない。ここは、これもパストラルできない。リカードを制圧か。ほんなら、とりあえずここ行ってみましょうかね。君の助けが必要だ、オブライアンに会いに行く。行ってみましょう。ガソリンだっけ。ガソリンはどこだ。あった。
バイク屋に燃料入れないと。手短にな。かなり見に来たぞ。よし、満タンだな。修理。はい、お金はないので。まずこれだけで。よし、次。はい、どうだ。冷やかしくない。よし、行こう。どこだ。ここなんか変なとこ、変な道だな。狭い道だ。出れるのか、こっちから。ここから出れるのか。おー、お前、どいて、どいて。どいてちょ。ここから出れるの？どこ？カクッとなった。ここどこや？うん、ここの裏から出れるのか。お、すごい。どこ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 。びっくりした。脅かすのはよしてくれないか。それでサラのことは何か分かったんだろうな。何も。じゃ待ってくれ、調べるには時間がいる。僕も命がけだ。本部の誰かに知られたら、あそこで銃を持ってるやつら命令には絶対だからな。仲間だろ、オブライエン。いや、そう見えるだけだよ。とにかく説明してる暇はないけど、君の助けが必要だ。助けだと？いいから受け取って。波長レコーダーと GPS 追跡装置だ。これを時間がないんだ。クソ、名前さえ知らない。ディーコンセント聞いてくれ。ディーコンセント長、君の奥さんを探すのは僕も命がけなんだ。だから君も僕に協力してくれ。よし、その無線を持ってて。数分後に連絡する。俺の名前知らなかったんだ。早く聞け。ったく、何が無線を持っとけだ。ずっと持ってたっつうの、あのボケが。まったく、どれだけ待たせる気だ。レト、戦闘所、いるか。ああ、いるぞ。んで、一体何なんだ。よし、チャンネルを遮断したから安全だ。何の用だ。君の無線に座標をいくつか送った。その場所に行ってほしい。は？なんで。いいからちゃんと聞いてくれ。ネロの部隊があちこちで何かしてる。目的を知りたいんだ。じゃあ直接聞きゃいいだろ。できないんだ。とにかく話せば長いし、今は本当に説明してる場合じゃない。僕のずっと上にいる連中が極秘で野外調査を進めてるんだけど、みんなバラバラで目的がわからないんだ。世界が終わった今も研究ばっかりやってるってことがどこだ。座標は送った。ったく、しょうがねえな。わかった、行くだけ行ってやるよ。頼む、できるだけ多く行ってくれ。中には稼働中の調査現場やサンプル投下地点があるんだ。わかった、でもこっちの調べ事も忘れんじゃないぞ。ああ、もちろんわかってるよ。じゃあ、また後で。なるほど、ネロの調査。
調査現場に向かうと。どんな感じですか、寺の調査現場。あ、この近くにあるな、寺の調査現場。行きますか、そのまま。よし。燃料は？燃料満タンになってる。燃料の表示は出ない。前途上、君の方にヘリが一機向かってるから、それを追ってくれ。追う？なんで？いいから頼む！追ってくれ！ヘリ、ヘリを追う。ったく、わかったよ。どこだ。え、何なんだ？どうして俺はお前のためにヘリなんか追ってるんだよ。行き先も分かるファイルへのアクセス権がなくて、着陸地点の座標を送れないんだ。追跡するしかない。だが、スパイ衛星とか、そういったやつはないのかよ。あっても使えるわけないだろう。僕にはアクセス権がないだろう。とにかく頼んだよ。おい、着いたか。どうだ、ヘリが着陸したぞ。よし、君のおかげで座標が分かった。徒歩で行ってくれ。歩け。だから、見つかったらおしまいだ。オブライアン、これだ。何でやる？調査ユニットはそれぞれ科学の専門家がいて、それぞれに護衛がついてる。君はその調査員に接近してくれ。近くにいればレコーダーが彼らのやっていることを全て記録する。準備が済む。つまりなんだ、がっちり武装した上にすぐ撃ってくる危ねえ奴らに見つからないようにして研究オタクのスパイをやれってのか？研究オタクってこっちは握手号を持ってるんだぞ。そんなもん持ってて何か役に立つのか？追跡装置はまだ持ってるか？ああ、撃っちまおうと思ったが、今時こんなもん使うのおめえらくらいだ。一つヘリに取り付けてくれ。彼らはほとんど行き先が極秘なんだ。追跡するしかない。オブライアン、大丈夫、分かってるって。今避難した市民の搬送先を調べてるところだ。また連絡する。あいつらこんなとこで何やってんだ。
いい感じ。まだ遠いか。まだ遠いみたいだね。ドリフターが見えてる。まずい。そろそろフリーカーが動き出す。気づかなかったな。フィールドノート2071。サイト14α のトラップで大型の男性被験者を確認。アルビノ変異を認める。予想通り被験者の肌は色素が欠乏しており、目は赤い。筋肉量は一般の感染被験者より 40% 多いようだ。君は確かあれをクリーチャーと呼んでいたのだ。これまで調査できたのはこれでまだ3体目だが、述べたようにその力と衝撃吸収能力は変異体を非常に危険な存在にしている。このエリアではすでに1000体以上の姿が確認されており、変異は急速に広がっている。はい、バイクに戻る。バイクに戻る。おい、ブライアン。なんだじゃねえ。お前の仲間が生きてるフリーカーの内臓をえぐってたぞ。別に仲間じゃない。どうして気にするんだ。だって君たちドリフターだって感染者を捕まえて金のために殺してるんだろう。ああ、殺してる。だが生きたままさばいて拷問する趣味はない。僕のデータは。ああ、手に入れたよ。よし、アップロード完了。また連絡する。じゃあまた。オブライアン、オブライアン。ああ、チキチョ、またかよ。オブライアン、返事しろよ。くそ、全く勝手なやつだ。よいしょ、いつか行けたかな。オッケー、バイクまで。なるほど。気持ち付ける必要が 39%。 忘れない記憶、角度の決着をつけます。で、あとのキャンプだ。この辺で調達の邪魔をしてたのはこいつらの仕業だな。ラジオフリーオレゴ、真実は人を解き放つ。悲しい知らせだ。俺のキャンプで今週6人の死者と2人の負傷者が出て、フリーカーに襲われたわけじゃない。違う、あの黒いヘリのせいだ。俺がこれまでに発してきた警告は。オブラムが喋ってるけど、なんだこれ。ローグキャンプでリサを探す。結構増えてきた。キヨキ、これリサ。もうちょっと先に行けますかね。リサを探す。一体どこにいる。ストーリーを書く。どれも現実のものとなってきた。ヘリが地上に降り立って泣き叫びながら命乞いをする男や女を皆殺しにしたんだ。奴は罪のない死に殺した。俺の部下も応戦した。必ずまたやってくる。俺たちを狩るために。おいおい、必死に生き抜こうとしている俺たちは奴らの計画に邪魔なんだ。俺たちを根絶やしにして、それから地上に現れるつもりなんだろう。警戒を怠るな。敵は上からやってくる。空から目を離すな。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランだ。嘘を信じる。いっぱいいるけど。やばいやばい、来た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 。
いたいたいた。こっちか。うわ、なんだこれは。また怪しい。うわ、一層すぎ。これ、大丈夫。うわ、マジか。これはやばい。うわ、やばいぞ、これは。逃げろー。うわぁ。うわぁ、危ねえ。危ない、危ない。うわぁ。ちょっと。これはやばい。あ、来てる。やばいやばい。あ、来てるやん。うわー、何だよ、あいつら。ちょっと待て。よっしゃー。金になるな。 53% か。いっぱいいるね。どうしよう。リサがあそこにいてんのか。一体どこにいるんだ。あ、ちょっとローンキャンプでリサを探す。ここキャンプ襲撃ですね。とりあえずちょっと行きますか。多いんだよね、敵が。スクラップが足りない。やばい、武器が足りない。くそったれ、なんで見つからない。昼間に来たいな。この夜だね、出過ぎてるね。敵多すぎるよ。はい、それでは一応今回はここまでで、ちょっとここ行きたいんですけど、まあ、準備が必要なんで、まあ、あのフリーカーとかちょっと倒してから、まあ、昼間来るような感じでもう一回次から行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。